決勝に勝ち進む組はどの方たちでしょうね。8組でございますね。その決勝戦なんですが、従来の競技会と違いまして本大会だけの特色であります。音楽をメドレーにしたソロ競技で行います。はい、それから第1回全日本フリースタイル選手権大会スーパージャパンカップ84プロフェッショナルラテンアメリカン部門の決勝戦です。それではまず最初の組をご紹介しましょう。はい、エントリーナンバー1番佐藤和弘、佐藤智子組、東京都出身でございます。やはり1番の選手残ってきましたね。はい、東京の方なんですね。東京出身と言ってましたね。そうですね、この選手はね、去年のね春頃から急激にね頭角を現してきましてね、今ではもう、トップクラスの踊り手ですけどね。なんか割とあの C クラスぐらいの時から注目を浴びてましたけれど、こんなに急に上がってくるとは思いませんでしたね。あ、そうですか。今日は張り切ってますよ。ハッピーですね、踊りがね。じゃあまだあの若いんですね。若いですね。若いですし、アマチュア時代いくらかキャリアがあるんですけど、今はそのやっぱプロになってからの方がぐっと踊りが変わりましたからね。この選手は楽しそうですね。2人が初めての決勝ですからね。そうでしょうね。目いっぱいハッピーじゃないですか。サンバからジャイブに変わりましたね。はい、決勝戦では3曲のメドレーで踊ることになっているんですね。そうです、あのね、5種目あるんですよ、ラテンというのは、ね。はい、その中の3種目を3分30秒にまとめて作品を作っているんです。じゃあ好きなあの得意な種目を3つほど選べるわけですね。そうです、そうです。いかがですか、この2人の踊りをご覧になって先生は。やっぱりちょっと緊張感が見えますけどね。でももうやっぱりハッピーさで一気に踊りまくってるって感じですね。もっとこう体でリズムがね表現できるようになると、この選手も本当にもうチャンピオンダンサーになれるんでしょうね。素質は持ってますね。動きがとっても軽やかな感じがしますね。そうですね。特にあの彼女はなかなか少ない日本のラテンダンサーとしてのね、個性を持ってますよね。はい、メドレー3曲目はルンバですね。はい、ルンバは恋の踊りだってよく言われてるんですよ、ダンスではね。ですから非常にロマンチックな、こうソフトな踊りですね、ラテンの中で。メドレーにしますとメリハリというのが大変難しいでしょうね。それが一番大事じゃないですか、これからこの競技会では。いい出来ですね。